来ましたね。熊谷です。暑いです。熊谷は独特な暑さがありますね。今日はね400なんですけど、他のメンバーが結構ね、違うところで400出てるんで、まあそこでいい記録結構出ると思うんでね、まあ、少しでもねちょっと私の方で順位がね、順位よりもタイムを縮めたいなっていう、さすがに 0.2 秒とか3秒なんでそんな変わんないんですけど、 0.8 秒9秒あるとねちょっとね微妙なんで、もう一回自己ベスト出しますよ。ちょっとね今日はね、ケンちゃんに最近やってるドリルとかやって、その辺意識してやりたいなと思ってます。12時から走って3時半、3時40分ぐらいかな、あの舎人足立区の舎人まで行って、そこでも400走れたら走ります。頑張ります。2試合目のことは考えずに1試合目積極的に、いや違うな、自分のレースプラン通りに行きたいと思います。あときはね、関東マスターズっていう大会なんですけどね、一応結構いろんな県から来てるんで、できれば1位取りたいと思います。アミッチーさん、アミッチーさんいました。アミッチーさん、さすがの登場ありがとうございます。おはようございます。アミッチーさんあれですよね、100、400ですよね。100、400。あ、お願いします。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。はい、雨降ってたんですけどね、なんかいい天気になって、はい、晴れ男って言われて、よかった本当に。はい、はい、アミッチーさん60秒切り、そう目標は、はい、まあ、そう、できれば58秒入れたい、はい、入れられたらなっていう、まあ、最低でも1分は切るのは目標で、一緒に頑張りましょう。400、多分僕の前ですよね。5組です。はい、5組頑張りましょう。はい、ありがとうございます。まずいけど、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。終わりました。400かな、関東マスターズ。残念ながら負けましたね。隣の例の方がね11秒6で走る人なんで、 100m 前半来ると思ったんで後半勝負で行きたかったんですけど、ちょっとねついていかなきゃいけなかったですね。うん、バックがあんまり乗れなかったし、残りの100の風もすごかったしな、難しかったっすね。ちょっと抑えすぎた。まあでもこれでもね経験なんで、とりあえず足立区行きますか。あと2時間半後間に合うか、持つか体力がって感じです。いやー悪くなかったんだけどな、良くもなかったって感じですね。まあ、0秒3こっちか。まあまあまあ。ということで、バンクします。きつい。きついよ。早い、新幹線早い。さあ、来ました。舎人公園です。ケンちゃんたちはね、
いや、マイタクはすげえ弾出してるね。ちょっとあっち電車冷えましたね。2時間かかりました。頑張ろう。あの試合終わって死にすぎたんで、あの何も取れなかったです。アップちょっとして力全然入んないからちょっとやめようかと思ったんですけど、まあ練習のつもりで出ようかなと思って出て、でオス意識をね、いつもやろうと思って今日の1試合目はできなかったんで、それをやったら最後結構伸びて、前半はね力入んなかったですけど良かったんですよね。タイムもそんなに落ちずっていう、力はもう全然入んないし、あこれはもう55秒ぐらいかかるなって正直思ってたんですけど、走ったら結構いけるっていう、ね、っていうので今度ねこれを元気な時に試してどのぐらいタイムかっていうのをやってみたいと思うんで、はい頑張ります。ケンちゃんたち早くね動画上げんの。ケンちゃんたちか、ケンちゃん僕今帰ってきたのにもう動画上がってるっていうね、すごいんだよな、さすがっすね。ということで僕的にはランキングが7位かなになってしまいました。まあでもね、なんかまあ次も頑張ります、はい、何かあるか分かんないですからね、県政もね、少しでもねチームのためになるようにやっていきたいと思います。ありがとうございました。